全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選が昨日行われ、秋田工業は初戦で山口県代表の高川学園と対戦することが決まりました。大阪の花園ラグビー場で行われる全国高校ラグビー大会は昨日抽選が行われました。104回目となる今回は51校が出場します。秋田工業高校7番です。5大会連続72回目の出場となる秋田工業の初戦の相手は、2大会連続2回目の出場、山口県代表の高川学園に決まりました。高校ラグビーの日本一を決める全国高校ラグビー大会、秋田工業と高川学園の1回戦は初日の27日に行われます。